はい、タンタンです。本日はこちらでございますね。どうでしょう、この素晴らしい木目は。ということで、コアロハウクレレの KCM-02 リミテッドエディションコアというこちらの、モデルになりますね。リミテッドエディションでゴージャスなこの木目と、このね、羽の生えたこうロゴ、よいしょ、ロングネック仕様ですかね、になっております。スケールはテナーぐらいのスケールだと思います。なんて言ってもこれ木ですよね。綺麗な細かいね、このきらびやかな木目、ハワイアンコアで、作られた。ラベルも見えますかね、リミテッドエディションが入っておりますよ。はい、こんな感じですね。いいですね。まあ、2000、これがね、17年ぐらいの確かものだったと思いますけれども、まあ、ちょっとね、メーカーさんの方の、在庫で持ってたということなんで、少し年数経ってるのでね、ちょっと塗装の感じは少し経年した感じね、変化した感じは見えますけれども、まあ言ってもこの美しさを保ってるので、かなりね、貴重な一品かなと。響きがいいですね。音量がめちゃくちゃ出ます、これね、作りもね、まあ、この、コアロハのいわゆるそのブレーシングのねパターンなんかも、これは通常のこうなんていうか、上と下に分かれてるねブレーシングだったりするので、そのあたりもね、やっぱり通常品とは全然サウンドの出方が違うのかなという感じはしますけれども、まあなんと言ってもこの木目ですよね。これだけでもぜひね、店頭で見に来ていただけるといいかなと思いますし、ぜひですね、この貴重な1本ゲットしていただければなと思います。そんな感じで、こちらがですね、コアロハウクレレの KCM-02 リミテッドエディションのコアでございます。お問い合わせお待ちしてます。タンタンでした。